伊勢スコーは福岡県北九州市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。現在は広島東洋カープの一軍管理課長を務めている。ソフトボール選手だった母親の影響で小学校2年の時からソフトボールクラブに入る。北九州市立上津役中学校では軟式野球部に所属。統畜高校に進学し、 2年秋の九州大会で、ベスト4、3年春の甲子園では1回戦敗退。この試合には、1番、遊撃手として出場し、先制タイムリーを放っている。夏の県大会では、久保裕也要する、沖学園や田中瑞木要する柳川などを破って、決勝に進出するも、村田修一、大野高地のいる東福岡の前に敗れた。 広島東洋カープの村上隆夫が才能を評価し、1998年のドラフト会議で2位指名を受け入団。プロ入りに際し、父と兄にはプロ入りを指示されたが、母は当初大学進学を希望していた。幼い頃に背番号8のついたカープのユニフォームの服を母に着せてもらったのを思い出したのを決め手に入団した。遠投90メートル、50メートル6秒0。 目標は、承諾構造。高い守備力は誇り、毎年キャンプで若手の注目株として挙げられるも、故障や打撃力が課題で、2004年までの6年間は一度も1軍に昇格できなかった。5年目2003年フレッシュオールスターゲーム出場。2004年途中には、その足と肩を買われて、内野手から外野手にコンバートされた。2005年に2軍で打率。 273、18投類の好成績を残したことが認められ、山本康二監督退任直前の9月にプロ7年目にして、ようやく一軍に初昇格し、プロ入り初安打を放った。この年は4試合3打数のみの出場だったが、プロでやっていこうというモチベーションを得た。2006年には、外野手に故障者が出たこともあって5月下旬から1、軍に帯同し、 主に相手先発が左投手の際にスタメンとして起用された。出場機会が大幅に増え、自己最多の76試合に出場した。規定打席には届かなかったが、前田智則以上の出塁率をキープした。代打や守備固めでの出場が中心で、9月10日の中日戦では7回から保守も務めた。チェストプロテクター等は木村一揆のものを使用した。 林正樹のスライダーがショートバウンドしたがファインセーブしベンチから拍手化しさえが起きる。この日の起用は逃げ腰リードの倉や8日の試合でサヨナラ打撃、妨害をした石原慶子への見せしめの意味合いもあった。東島稼のリードではあったが2006年にカープが掲げていた無駄な支球は出さないを実践して敬遠以外では支球は出さなかった。 9月26日の試合では故障した、島厚信に代わり3番スタメンに抜擢された。監督のブラウンから、木村拓也に代わるオールマイティーな、ユーティリティープレイヤーとして期待された。外野手32試合、1塁7試合、3塁3試合、保守1試合を守り、投手2塁、遊撃は守らなかったが、7月14日の対、横浜戦での5人内野シフトの際に、 セカンドベース横を守っている。2007年からは、木村拓也の遺跡前の背番号、例を受け継いでいる。ウェイトトレーニングに取り組み、体が一回り大きくなった。それが功を奏して、脅威の代打成功率を残し、左投手に2年続けて、好成績を残したことから、手薄なカープの右の代打陣の中では貴重な存在となった。二類、外野を守り、打率。 283と結果を残したが、前年の約半分の36試合出場にとどまった。2008年は、春季キャンプ中に不調で2軍落ち、2軍暮らしが続いた。最終的には2軍で好成績を残すも1軍、昇格はなかった。内外野の新戦力に押し出される形となった。しばらく1軍から遠ざかっていたが、2011年に1軍では、 赤松雅人が故障で戦線を離脱したことで、二軍で304日本塁打と校長を理由に、手薄な右打者の穴埋めとして4月26日に1軍昇格し、同年7月15日には、対中日ドラゴンズにおいて、プロ入り初となる猛打賞と本塁打を記録した。プロ13年目での初本塁打は、NPB の野手としては、石山和秀に次ぎ、飯山博 田原浩二と並ぶ、史上2番目隊の遅さとなった。2012年は一軍出場がなく、11月5日に現役引退することが発表された。引退後も引き続き、広島に残り、2013年から2019年まで、スコアラーを務めた。2020年から一軍管理課長に昇格。保守の経験もあり、内外や全ての守備位置を守れるユーティリティープレイヤー。 打者としてはあまり長打を放つというタイプではないが、ファーム時代から三振数も少なく、バットを立たせた構えから、素直に右左にライナー性の打球を放つ堅実な高打者タイプ。いわゆる松坂世代の一人である。愛称は、ホい。マーティブラウンからは、サルファーと呼ばれていた。ありがとうございます。